ご主人様おはようございます。私はあなたのロボットです。どんなことでもいたしましょう。何でも命令してくださいね。一人の少女が憂鬱な瞳で僕を見ている。がなくたび埋もれた部屋の中で生まれた機械人形が愛情注いでた。気づいたら僕の心の中は感情持たない少女。ひどいな動き始めていたから、壊して捨てちゃって新しい鎧を作ろう。次は少年の形にしよう。失敗作をゴミ箱に放り込む。少女は悲しげに震える。体を抑えながらそれは生きてるかのように優しくつぶやく。だから毎日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 夜中に君に会いたくて、何度も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 地球の真ん中で強く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 響いていること。愛とは何ですか？自分の存在とは何ですか？人間にはなれない私にも未来はあるのでしょうか？希望がなくなる。